はい、ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを続きをやっていきたいと思います。今ですね、競馬場ガチャプレミアカップの広告が流れました。農園行きましょう。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。プレゼントもしっかりもらっておきましょう。さあ、504キロというに何か用ですか？しておきました。で、いつでも入球できる状態ということで入球させます。さて、今回はWBC に向けてのですね、レースになるんですけど、 WBC 出しちゃいますと、元気ですね、出れなくなっちゃいますんで、ひとまず調教までして5周ぐらいやりますかね。5周して WBC に登録したいと思います。で、こちらですね、先日の話なのですが、WBC 出しましたですね。動画を中をカットしまして、レースまで見せたいと思います。どうでしょう。特製な馬体重です。元気ですね。まあ、確実に調教ですね。今3周目の調教ですけど。達成しました。どうでしょう。適正な馬体重です。そうですね、まあ人参で、疲れはそんなに溜まってみないみたいで、ちょっと重いからかな。ところで、ちなみにですね、ダミーのレースに出させて、何か用ですか？あ、そうですね、ひと絞りすればいいとなってるので、期待が持てます。いい感じですね。何か用ですか？502キロで、やはりベスト体重ですね。まあ本来ならクイーンステークス出してもいいんですけど、あくまで目標は WBC 制覇ということで。まだ体調が戻りきってないですね。馬券ですか？勝ちそうな馬をあえて軸から外すのも手ですね。元気ですね。調子を上げてきましょう。で、これを会話でします。何か用ですか？もう一周ちょっとレースやりましょう。もう調教やりましょう。これで、WBC の登録を行いたいと思います。
それにしてもですね、もっとやっていきたいですね。ところで今私ども気合い十分ですね。適正な馬体重です。それではマイル出したいと思います。こちらが1着だと2000枚もらえます。こんな簡単にいくかな。登録しましょう。さあジョッキーは竹豊かが乗せてもらえるのか。じゃあ竹豊かを登録しましょう。さあ24分ですね。あとご存知ですか。はい、というわけであとは人事を尽くして天命を待つじゃないですけど、いい成績を収めてくれることを期待してます。はい、では WBC が終わりました。また続きを行いたいと思います。ではまた。はい、どうも WBC の、結果が出たみたいで、観戦したいと思います。さあどうなんでしょうね。まあ牝馬限定戦ばっかりだったんで、お数枚混じってのレースはさすがに身が重そうなんですけど、いい結果上げてるといいですね。お、2番人気ですね。ただいまより投票受付を開始。こちらですね、3頭まで、プレイヤーのキャラは出れるんですけど、そのメンバーの中で2番人気をゲットしました。これはヌヒヒヒハヒヒですか。こちらは WBC を取ってる馬ですね。これはなかなか走ってるレベルの差が結構あるっていう感じがします。先方はやっぱ先行が多いですね。ロックベルストーンというのをプレイヤーの馬なんですよ。こちら追い込みです。ちょっと鍛えたんですけど、果たしてそれでどこまでやれるか。まあ、WBC って事実上他のプレイヤーとの一騎打ちみたいなもんなんで、出てる架空の馬ってそんなに架空というか、シーツなんですけど、コンピューターの馬っていうのはそんな強くないんで、いよいよスタートです。あ、スタートです。さあ飛び出した12頭。スタートはまずまずですね。エレクトロニックユニコーンがちょっと立ち遅れ。これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。5番手ぐらい。ヒールが後続をずっと離していきました。その後ろ3馬身くらいあって、9番ドーニャプローチ、そして3番手にソビエトスター、内から1頭ヌヒヒハヒ、極東の難所ブリーダーズブリッジに差し掛かります。その内からは3番パタノフラメンコ、6並んでますね。ヌヒヒハヒヒと、それから離されましてフェアリーキングプローン、そしてその後ろから12番キャンボードクリフス、ハットトリック、8番ロックベルストーン、しんがりから5番エレクトロニックユニコーン。さあ90秒の最速劇場も、あとは最後の直線を残すのみ。ヌヒヒハヒは5番手といったあたり、さあこのまま逃げ切ってしまうの か。先頭オランドとムータティール、ムータティールが抜け出した。ドーニャプローチが2番手、さあ並びながら2頭上がっていきます。ムータティールが先頭だ。ヌヒヒハヒ懸命に追った、外をついてヌヒヒハヒが来ている、捕らえるか。ヌヒヒハヒエレクトロニックユニコーン懸命に追う。ヌヒヒハヒが2着かな。1着でゴール板を通過、そして2着は際どいぞ。2着ですね。結構頑張りました。
もう一回多分チャンスあると思いますんで、そちらでまた G1 を取って、WCPC マイル再チャレンジしたいと思います。出走権購入、メダル1000枚を購入して WBC 出走権を購入しますかってなってます。まあ、もっともこれ400枚ですので、出走権を購入して勝っても結局変わらないですからね。だから購入せずに確実にもう一度 G1 を取り直したいと思います。もう経験値も800もらえるんだ、結構美味しいな。レースを終えた馬が戻ってきました。はい、今ゆっくり休んでますね。何か用ですか？はい、このまま休ませてまた戻して、残り19周ですので、これで最後の戦いに挑ませたいと思います。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。そんな感じですね。スターホースポケットはここまでです。またですね、説明欄に、ブログ、ツイッター、それからですね、このスターホースポケットの、動画プレイリストを載せておりますので、こちらからアクセスしてください。プレイリストについてはコメント欄にも書きますので、見に来てください。おっと、ちょっとどうしたんだろう、調子が悪いな。アクセスがうまくいってみないみたいです。この時間帯って今午前3時なんですけど、こんなにアクセスが滞るってことあるんだろうかな。ひとまずそしてですね、最後に流す関連動画集、関連プレイリスト集もアクセスしてください。よろしくお願いします。はい、また次回巻き返しに燃えたいと思います。はい、ゲーム動画で行こうでした。またよろしくお願いします。